アクサホールディングスジャパン株式会社は保険会社のアクサグループの日本における持ち株会社である。本校では当社の前身で2014年10月1日に参加のアクサ生命保険株式会社を吸収合併しアクサ生命保険へ社名変更するまで存続していたアクサジャパンホールディング株式会社も合わせて述べる。2000年3月 アクサの日本法人であるアクサ生命が日本団体生命と経営統合をするにあたり、両社の共同保険持ち株会社、アクサ日団保険ホールディング株式会社として設立され、当時日本国内における保険会社系の持ち株会社の第一号であった。その後、二度の社名変更を経てアクサジャパンホールディングスとなり、2014年10月に子会社であった。 アクサ生命保険と合併され、アクサ生命保険に社名変更し、事業会社となった。2019年4月に、アクサ生命保険が単独株式移転によって、アクサホールディングスジャパンが設立されて4年半ぶりに、持ち株会社体制に戻り、アクサ生命保険の子会社も、現物配当により、当社の子会社となった。本社所在地は、前身のアクサジャパンホールディングと同じである。 エビー、アクサホールディングスジャパン、2019年度第1、串半期末の業績を発表、アクサホールディングス、ジャパン株式会社。 https://www.axa-holdings.co.jp スラッシュニューススラッシュ2019スラッシュ pdf スラッシュ 20190814.pdf2019 年8月23日閲覧アクサジャパンホールディングアニュアルレポート2014ありがとうございます。